阪神秋山拓実、5年目藤田健人捕手に勝つ。2軍練習試合、阪神に8エナジック18日うるま市串川野球場、先発した秋山がバッテリーを組んだ藤田に勝つを入れた。17日の練習でブルペン入りする際も藤田の準備が遅れて待つことになるなどし、怠慢と思われる態度が目についた。今年は1軍キャンプスタートで坂本、梅野の立ち振る舞いを見てきたはずの藤田、秋山は2人より雑に感じる、危機感を持ってほしい、特言を呈した。去年組んだのは何だったんだろうというのが多かった。5年目だったら分かってほしいなと思いながら投げていました。投球は共同作業になってくるので、そういうところを引っ張っていってほしい、成長を願うからこそあえて厳しい言葉を並べた。秋山ありがとうやね。これは藤田も期待の若手枠や、しかにも実績ある投手いっぱいいるから薫陶を受けて頑張ってほしいね。ほっといたら淘汰されてくだけやのに優しいな秋山は。ええ話やな。頑張れ秋山、あと何年か頑張って阪神で引退してそのままコーチやってくれ。成績関係なくこういうベテランは普通に重要なのでは。秋山ありがとう。ここ2年結果出てなくて悔しい野郎にチームに目を向けてくれるのはありがたい。こういう人の存在は大きいよ。阪神にはこういうベテランがあんまおらんから大事やな。言ってもらえるうちが花屋で藤田、意気に感じて一回りも二回りも大きくなってくれ。先輩の言葉って大事。藤田君はこれを反省して立派なキャッチャーに成長していってね。阪神は若いチーム、それが魅力で長所でもあるけど、故にこんな風に選手間で一言言える人は貴重。期待してなかったら説教選手藤田は気合い入れ直して頑張れ。こういう先輩がおるのもまた若手にはいい環境やね。こういう選手は大切だよ。怠慢はあかん。ここはさすが秋山としか。この勢いで2桁いけ。これは秋山ナイスカツ。藤田引き締めてやり直せよ。藤田も5年目か、そろそろ1軍へって時にやしな。言ってくれる秋山もとても良い。5年目にもなってそれはダメだな。秋山もよく言ってくれたと思う。秋山がしっかりと先輩してるわ。秋山拓実さんありがとうございます。どんでんが一番嫌いそうなことしたらあかんよ。良い話ですわ。こういうのは良いと思います。いやほんま5年間何してた。どんどん言いましょう。普通にいいことやね。コーチ適性ありそう。5年目で未だに準備遅れとか救いようないじゃん。1年目からできて当然のことだろ。コンオフやばいよ。秋山が下のローテを回すことの息が詰まっているわね。2軍で怒れるのって秋山くらいしかいないんだろうか。選手でなんつか島田に勝つ入れてよ。さすがに2エラーはないよ。ほんまに熊谷も上田も内野で外野もできるんよ。島田さん、福島くんにすぐ越されるよ。秋山も引退がかかっている年と言ってもいい。それを平らで潰されるとかならんな。岐阜中京の頃から押してるので頑張れ藤田。藤田がいまいち評価されないのはここら辺なのか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。